どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、南関東ブロックの東京、神奈川、千葉、埼玉の2020年度、問い41から問い50までの過去問について解説をしていきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い41番です。はい、ここから、法律に関するもの入ってきましたね。薬事に関する法規、制度に関するものです。問41、一般用医薬品及び要指導医薬品に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、法律に関してはですね、皆さんを引っ掛けようとする問題がたくさん出てきます。なので、今、その文書は何のことについて言ってるのか。まあ、ちょっと今書き出してみましたけど、医療用医薬品なのか、それから要指導医薬品、そして一般用医薬品のことについて言ってるのか、あとは薬局とか店舗販売業のことについて言ってるのか、それから、あとは大臣なのか、知事なのか、それからあとは製造業なのか製造販売業なのかというようなところ、ちょっとまあ今回問題が出てくるようなところ、ちょっとポイントだけちょっと絞って書いてみましたけど、まあ、こういったところをよく引っ掛けてきますので、ぜひそのようなところに注目していただきたいなと思います。はい、ということで A は正解、そして B なんですけど、要指導医薬品2番ということで、今、要指導医薬品について、お話をしております。には、毒薬または劇薬に該当するものはないよとあるんですけど、要指導医薬品、毒薬、劇薬に該当するものございますので、確かにですね、毒薬、現在販売はされておりません。ただ、カテゴリーは残っているので、今後なるかも、可能性はあります。そして、劇薬に関しては、要指導医薬品に指定されている劇薬が、存在しておりますので、ぜひ、調べておいていただくといいかなと思います。はい、ということで、B は、そして C なんですけど、卸売販売業者はということで、今卸売販売業者のことについて言っております。は配置販売業者に対して一般用医薬品及び要指導医薬品を販売または授与することができるよということで、卸売販売業者は配置販売業者にお薬を売ることができます。そうですね。そして一般用医薬品及び要指導医薬品販売することができますから、確かに卸売販売業者は薬局とか店舗販売業者に一般用医薬品とか要指導医薬品販売することができるんですけど、ただ配置販売業というのは、要指導医薬品を販売することはできなかったですよね。そうなんですよ。配置販売業は医療用医薬品や要指導医薬品は販売することができませんでしたので、なので C の問題は誤りとなります。これ一般用医薬品を販売授与することはできるんですけど、要指導医薬品は授与とか販売することはできませんので、 C 誤りですね。はい、そして D なんですけど、検査薬において血液を検体とする、ものなどの検体の採取に体の直接のリスクを伴うものは一般用医薬品と認められていないが、要指導医薬品としては認められているものがありますよとあるんですけど、これ体の直接のリスクを伴うものってどんな、血液を検体とかっていうのが、例えば注射だったりとか、あとは血糖値を測定するのになんか指のところにポイってポチッと針刺したりするものがあるんですよ。そういったものは、要指導医薬品だったり一般用医薬品、要は市販薬のところでは、検査薬も認められておりませんので、なので認められているものはありますよとありますけど、さらっと書いてありますけど、認められているものはございません。そのあたりは医療用の範疇になっちゃいますから、ここのところ D は誤りとなります。ということで答えは2番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い42番です。法の規定に規定する、法に規定する、販売従事登録に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。B のみが違いますね。登録販売者は住所に変更を生じたときには30日以内にその旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければならないよ。確かに30日以内に知事に届け出をします。30日以内に知事に届け出をするんですけど、ただ、住所が変更した場合は別にいりません。何か、どんな時に必要なのかというと、本籍地都道府県名に変更があった場合は、30日以内に届け出をしてください。なので、住所、住んでるところは別にいいです。ただ、本籍が変わって、さらにその都道府県名が変わった場合には、届け出をしてくださいということになりますので、ここ、住所地なのか、本籍地なのか、というところ、十分に気をつけていただきたいなと思いますので、
B が誤りとなります。はい、そして C と D は正解なので3番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い43番です。生物由来製品に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B 正解、 C なんですけど、化粧品及び医療機器は生物由来製品の指定の対象とはならないよとあるんですけど、もちろん対象となります。もちろんですね、医薬品や医薬部外品も対象となりますけど、化粧品、医療機器もですね、生物由来製品の対象とはなります。化粧品に関しては生物由来製品に指定されたものはない、今のところないですけど、今後なる可能性もありますし、そして医療機器に関しては生物由来製品に指定されているようなものとかいろいろありますので、例えば何ですかね、豚の心臓弁だったりとか、そういったものが医療機器に分類されておりますので、まあ、そんなようなところでは、様々なものがございますので、ぜひぜひ、インターネットなどで調べていただくといろいろ出てきますけど、まあ、そこまでは試験細かくは出てきませんので、そうなんだなというところを知っておいていただければ十分です。ということで C は、誤りとなりまして1番が正解でした。はい、では次、問い44番です。日本薬局法及び日本薬局法に収められている医薬品に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、答えは5番が正解となります。はい、 A は、こちら日本薬局法とは何とかの規定に基づいて、法の規定に基づいて、厚生労働大臣が、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、知事の意見を、聞いて、定めたものですよというところで、これ知事じゃないですよね。じゃあ大臣ですかって言ったら大臣でもない。大臣が大臣の意見聞いてどうすんだいって話になっちゃいますから、いや違うんですよ。大臣っていうのは薬の専門家ではありませんので、これどこの意見を聞くのかというと、薬事食品衛生審議会というところがありまして、まあ、政府の分科会みたいなものですよ。そういった、ところにですね、政府の分科会かな、厚生労働省の、お膝元かな、まあ、そういった分科会なものが、ありまして、それが薬事食品衛生審議会というところになるんですけど、まあ、そういった、ところの意見を聞いて定めたものになりますので、これ知事ではありません。なので A は誤りですね。そして B なんですけど、日本薬局法に収められている医薬品に一般用医薬品として販売されているものはないとあるんですけど、一般用医薬品として販売されているものいろいろあります。例えば精製水もそうですし、ワセリンとかもそうですし、あとは消毒用エタノールとかそういったものも該当してきますので、B は誤りとなります。そして C と D は正解なので5番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い45番です。毒薬及び劇薬に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A は正解、そして B なんですけど、毒薬または劇薬を18歳未満のものではなかったですね。これよく引っ掛けてきますので気をつけてください。18歳じゃなくて14歳未満のものでしたので、ここの B は誤りですね。はい、そして C なんですけど、劇薬の直接の容器または直接の秘宝には赤字に白枠白字を持って、何字に何枠何字とか、なんかもうこのあたりはややこしいですよね。そうなんですよ。で、ここは赤字に、白枠白字ではなく、白い下地ですね。白い下地に赤い枠で赤い文字で、激そして品名とかが必要でしたので、なのでホワイトボードをぜひイメージしていただくといいのかなと思います。はい、ということで C は誤り。はい、次 D ですけど、劇薬を一般の生活者に対して販売する際には、常住人から交付を受ける文書には当該常住人の職業の記載は、不要であるようとあるんですけど、職業の記載もぜひしてあげてください。なのでしてあげてくださいというか必要となりますので、D は誤りとなります。ということで答えは3番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い46番です。一般用医薬品のリスク区分に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B 正解、 C なんですけど、第3類医薬品とは第1類医薬品および第2類医薬品以外の一般用医薬品で、副作用などにより体の変調不調が起こる恐れのないものであるよとあるんですけど、確かに1類2類以外の一般用医薬品となります。
で、保険衛生上のリスクは比較的低いんですけど、ただ、体の変調不調を起こる恐れはありますので、最後の、恐れがないものであるというところが誤りとなります。なので C は×ですね。はい、そして D なんですけど、第3類医薬品である医薬品の分類が、第1類医薬品または第2類医薬品に変更されることはないよとあるんですけど、変更されることもございますので、D は誤りとなります。はい。ということで答えは1番が正解でした。はい。では次行きましょう。問い47番です。本に基づき、医薬品の直接の容器または直接の気泡に記載されていなければならない事項として正しいものの組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。A は正解、それから B なんですけど、配置販売品目にあっては、配置専門の文字とあるんですけど、これ、配置販売品目に関して、この配置専門用とかっていう、専用とかっていう文字は特にこれ書くことはありません。配置販売品目以外の一般用医薬品に関しては、店舗専用という文字が必要になってきますので、B は誤り。そして C は正解、D なんですけど、製造業者の氏名または名称及び住所とあるんですけど、これ製造業者ではなく、こちらですね。製造販売業者であれば正解となりますので、これも製造業者なのか、製造販売業者なのかというところをしっかりと見極めておいていただきたいと思います。はい。ということで D は誤り。なので答えは1番が正解でした。はい。では次、問い48番です。医薬部外品及び化粧品に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは3番が正解となります。A、防除用医薬部外品については、直接の容器または直接の気泡に、指定医薬部外品ではなく、防除用医薬部外品って言ってるので、防除用医薬部外品って書いてあげてください。なので、A は誤り。はい。そして B、医薬部外品を製造販売する場合には、製造販売業の許可は不要であるが、品目ごとの承認を得る必要がありますよ、というあるんですけど、製造販売業の許可も必要となりますので、B は誤りです。そして後半の品目ごとの承認は得る必要ももちろんございますので、後半は合ってるんですけど、製造販売の許可は、もちろん必要となりますので、 B は誤り、そして C は正解、そして D なんですけど、化粧品は体の、人の体を美化し魅力を増す、目的に限定して医薬品的な効能効果を表示標榜することができますよとあるんですけど、効能効果を表示標榜することは、ある程度は認められてるんですけど、医薬品的なものに関してはこれは認められておりませんので、D は誤りとなります。はい。ということで答えは3番が正解でした。はい。では次、問い49番です。薬局に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい。答えは2番が正解となります。B が違うんですけど、薬剤師不在時間内であっても、登録販売者がいれば、調剤室を閉鎖する必要はないよ。そんなことはありませんので、登録販売者がいてもですね、薬剤師不在時間は調剤室閉鎖、しっかりと、してあげてください。ということで、B は誤りとなります。なので、答えは2番が正解でした。はい。そして最後ですね、問い50番です。配置販売業に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは4番が正解となります。A なんですけど、配置販売業の許可は、配置しようとする区域に関わらずであるんですけど、区域に関わらずではないです。必ず区域の知事のですね、許可を与え、許可が、知事が、必ず区域の知事が許可を与えていきますので、A は誤りとなります。そして B は正解、そして C なんですけど、薬局開設者または店舗販売業者は、配置による販売または授与の方法で医薬品を販売などすることができるためとあるんですけど、薬局開設者、店舗販売業者はしっかりと店舗を設けて、はい、販売していきますので、配置による販売はできませんので、 C は誤りとなります。また、配置をやりたければ配置販売業の許可をしっかりと取らなければなりませんので、 C は誤りですね。はい。そして D は正解なので、答えは4番が正解となりました。はい。ということで、ここ、基本的にですね、難しい問題はないのかなと思います。ただ、引っかかるポイントがたくさんございますので、ぜひ、ご自身がどこが引っかかりやすいのかなというところをですね、把握していただくためにはですね、ぜひぜひいろんな過去問ですね、チャレンジしていただき、特にご自身がお受けになる都道府県のところはですね、最低2年分、そして3年分なども解いていただくといいのかなと思いますので、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。
思います。はい、ということでここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、LINE などに登録していただきますと質問などお受けしておりますので、ぜひぜひ下の概要欄から、ご覧いただければと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。